はいどうも、始まりましたレイチャンネルです。よろしくお願いいたします。はい、今回の動画はですね、皆さんようやくついにあと OB 第2弾までおそらく3日となります。なんでね、今回はちょっとね、僕必死に考えてきました。 OB 第2弾12球団の登場選手予想、これねやっていきたいなというふうに思います。で、この動画を見る前にね、ちょっと皆さんに伝えておきたいんですけど、多分っすけど、俺結構当たるんじゃないかなと思ってるんですよね。で、僕のこれが当たると、結構ね、ワクワクするかなと思いますので、まあ、もしよろしかったらね、皆さん最後まで見てやってほしいかなというふうには思います。はい、レイチャンネルですけどね、年内にチャンネル登録者数なんとか5万人、そしてね、スピちゃん本戦に出場したいと思っておりますので、チャンネル登録とね、グッティングポッティングスタイルをよろしくお願いいたします。はい、というところでね、じゃあね、早速本編に移っていきましょう。はい、まずね、OB 第2弾なんですが、ちょっとね、こちらの表をご覧ください。はい、こちらの表なんですけど、2016年から2020年までの OB 第2弾の選手を12球団全部並べてみました。はい、ここでですね、まあ、掴めた傾向があったりなかったりしましたので、まあね、ちょっとここら辺を踏まえながら、ちょっと予想の方をね、していきたいかなというふうに思います。はい、でですね、まずなんですけど、まあ、ランキングとかガチャはどうなるのっていう話なんですけど、おそらくなんですけど、まあ、偶数弾なんで、自チーム確定、60連で自チーム確定の、ガチャがあって、で、ランキングもあるよっていう形式をね、取ってくるのかなというふうに思います。で、あとね、まあ、イベントの累計は、の契約書は、OB、33% 契約書なんですよ。だから 33% で OB 出るけど、他の 67% では通常の S ランク選手が登場するよというね、そういった形の契約書かなというふうには思います。はい、でですね、なんでね、僕がこんなに今日ね、自信満々に予想で、ね、ちょっとね、公開するかと言いますと、まあね、一つはね、藤川球児さんなんですよ。藤川球児さんのおかげというのもありますね。まあね、やっぱり藤川球児さんが、まあ、登場するのはね、もう皆さんね、ご存知だと思います。火の玉ストレートで、なんかストレートがね、多分、おそらくですけど、ホップすると思うんですよ。で、そう考えたときに、多分ね、おそらくリアタイね、結構強いんですよ。てか、僕はね、嫌なんですよね。ストレートが浮くって、まあ、言ったらリアル軌道じゃないですか。で、リアル軌道って考えた時に、僕、ストレート待ってても打てなかった人なんで。って考えるとね、藤川球児さんめちゃくちゃ強いんですよ。で、先ほども言いましたけど、ガチャが自チーム確定で取れるんだったら、みんな藤川球児さん取れちゃうんですよね、課金できる方が。ってなるとね、ってなると、コナミさん、ゲーム環境大幅に崩れるね、くねと。うん。もうみんな使うやんと。で、しかも OB ダルビッシュセレクションの方で、ね、ダルビッシュさん獲得したとか、赤堀さん獲得した人なんてめちゃくちゃいますから、周りに。やばくなるよ、環境が、みたいな。ってなるんですよね。で、そこで僕がね、考えたのがですね、藤川球児さんだけじゃなくて、藤川球児さん以外の大目玉が、2、3人いてもおかしくないなと思うんですよ。これはですね、あのね、偶数弾、OB の毎年偶数弾っていうのは、正直そこまで熱くないんですよ。うん、あーなんかちょっと寒い感じになっちゃったなーとかっていう風になるはずなんですけど、今年の OB 第2弾は藤川さんのおかげで、まあまあ熱くなる。うん。これをね、元に、で、先ほどの表を元にね、ちょっと予想の方を展開していきたいなという風に思いますのでね、行きましょうか、それでは。じゃあソフトバンクからね、行ってやろうかなという風に思います。はい、まずソフトバンクですね。ソフトバンクの僕の予想はですね、荒垣泣き沙投手です。え？泣くね？って思った方多分いらっしゃると思います。まあね、去年の OB 第5弾で出てるんで、いきなりもう第2弾で登場することはあるのかって話なんですけど、一応ね、荒垣投手ね、あのね、松坂世代なんですよね。で、藤川球児さんも松坂世代と。だからちょっと、なんかこう、関係値のある選手が、まあ、ダルビッシュセレクションじゃないですけど、そういう感じで、まあ、若干登場するのかなと考えて、僕はね、荒垣さんをね、ちょっとね、本命に入れさせてもらいました。で、荒垣投手なんですけど、まあ、もちろんね、このバニッシュボールが強いですから、リア対勢12球団の方、先発が揃ってない方はね、結構必見な投手になってくるかなというふうに思います。はい、ロッテはですね、里崎選手かなというふうに思います。まあ、なんでかというとですね、2017年で里崎選手登場して、1年休んで、2019年登場、で、去年も一応出てるんですけど、これはあの一応 OB チャンピオンシップの方で出てるんですよね。まあ一応 OB っていう形なんですけど、一応ね、通常の OB では2017、2019っていう風に出ておりますので、まあ今年も里崎選手出てくるのかなという風に思いますね。まあ里崎さんもね、
YouTube やってらっしゃいますし、あの可能性としては全然あるかなと。でね、毎年ねこうねキャッチャーとかもやっぱね、あの OB 第2弾結構選ばれたりとかしますので、って考えたら里崎さん星枠であるのかなというふうに思います。はい、西武これ当たりますよ皆さん。あのね、もうねカブレラ選手しかないっすいや俺はカブレラさん来ると思いますよ。やっぱり藤川球児さんとカブレラさんってあのめちゃくちゃ名シーンがあったじゃないですか。まあ YouTube で見てもらったらわかるんですけど、って考えたらもうカブレラ選手来るでしょまあね、あの名シーンはね、まあ、球史に残る、対決だったかなと思いますので、カブレラ選手ね、まあ、12球団の方でもミートパワー82-88のバケモンステータスなんですよ。で、まあ、ちょっと守備はやばいですけど、広角持ってますからめちゃくちゃ強いです。でね、やっぱね、あとこのフォームではね、もう使いたいよね皆さん。このもう昔からもうカブレラ選手といえばこのフォーム、あれこれスイングしない、あスイングするか、そう。はい、中村のりひろ選手ですね。まあのり選手、まあ大体オリックスで登場して、こうアーティストでめちゃくちゃ強くてね登場するんですけど、ね、あののり選手楽天にいた時もありましたから、まあ楽天バージョンののり選手が登場する可能性もあるなと思い、本命はのり選手で行かさせていただきたいかなと思います。まあおそらくなんですけど、弾道はアーティストで、例えばミートが C、パワーが、B で、まあ特殊、あの特殊じゃなくて称号で A に乗るかなぐらいのねステータスで出るんじゃないのかなと。まあたけしさんもね、中日バージョンだと強いけど楽天だとちょっとねやっぱ落ちるんですよ。うん、って考えた時にね、のり選手がまあ来年からね、まあ、コーチもいることもありますし、まあ、今年多分 OB が最後だと思いますね、とりあえず。なんでね、まあ、楽天で登場する可能性は、なきにしにもあらずといった感じかなというふうに思います。はい、日本ハムですね。日本ハムはねひちょりさんかなというふうに思いますね。ひちょりさんもね一応ね松坂さんと、まあ、同世代ですから、まあね、あの藤川球児さんとの関係値も考えたときに、まあ、ありえるんじゃないのかなというふうには思いますね。ひちょりさんね、ちょっとステータス的、リアタイ的にはね、まあ、守備要員って感じになってくるかな。やっぱ低弾道はね、あの打ちづらいんですよ。うん、まあ、この弾道はもしかしたら、ちょっとしたね、変化はあるかもしれないんですけど、まあ、ちょっとリアタイ的にはちょっと渋いかなといった感じかなと思います。でまあ、あとね、対抗にですね、まあ、一応ね、僕、キサヌキ投手、ちょっと入れてきました。まあ、キサヌキさんもね、リアタイ向きではないかなといったところですね。まあこの2人を僕はねちょっと予想と挙げさせていただきました。はい、オリックスの予想がね難しかった。ちょっとねごめんなさい皆さん、オリックスだけねちょっと僕当たる気しないっすね。オリックスなんですけど、まあピッチャーが来ると予想して、まあ星野投手、一応ね選ばさせてもらいました。星野さんね、ちょっとリアタイ的にはまあ若干ちょっと渋いかなといったところです。はい、巨人、多分ね、長嶋選手じゃないかなと思います。ですね、まあね、なんでかと言いますと、まあ先ほどの表、まあ里崎さんと同じような理由なんですけど、2017年で登場して、1年休んで2019年で登場。だから2020年で長嶋さんでしょう。みたいな感じで、登場してくるのかなというふうには思います。まあ巨人はですね、やっぱね、OB 強い選手が多いので、やっぱりね、こうなんか毎年ちょっと固定されてるような感じもなくはないので、って考えた時に長嶋選手、このタイミングでね、登場する可能性は大いにあるかなというふうに思います。長嶋選手ね、守備もいいですし、バッティングもパワー比ですけど、結構強いですので、まあ、守備だってええでしょもう強いですよね。リアタイで考えたらめちゃくちゃ強いですので、まあ、リアタイ勢注目の選手かなというふうに思います。はい、阪神藤川球児さんですね。まあ藤川さんに関してはですね、皆さんね多分他のところでね情報いったらもうもらってきてると思うので、もう分かると思いますけど、まあストレートがホップすると、まああとはね球種とかに関しては、おそらくですけど明日、藤川さんの YouTube チャンネル見て発表されるのかな、なんかそんなような情報いただきましたので、もしよかったら、ね、そっちの方とかでね情報の方を皆さんで、ね、いち早くチェックするといいのかなと。多分ねここであの取りに行こうかなって迷ってらっしゃる方いると思いますので、早めに能力を知って、こうなんていうのかな、ガチャどこで引こうかなっていうのを決めるのはありかなというふうに思います。はい、中日ドラゴンズ立浪選手、ちょっとね上げさせていただきました。まあ来年から監督になるので OB で登場するのであれば、もう今年しかないでしょと。もう僕ずっと待ってますからね。はい、去年も待ってましたから。もうね立浪さん早く使いたいんですよ。
で、立浪選手なんですけど、そんなに強いのって意見あると思うんですけど、まあ、弾道が中弾道。で、ミート78、パワーが74。で、守備がですね、セカンドとサードがね、もう B なんですよ。で、ショートとレフトも一応特殊だけど、限界突破でできるよといったところ。で、あとはですね、まあ、チャンス粘り打ち守備職人なんで、まあ、若干ちょっとね、やっぱね、打撃が渋いですね。ただ守備いいですし、まあ、僕左バッター打つの得意なんで、まあ、中弾道でね、ミパー B あれば、結構マイル選手になってくるかなというふうには思います。立浪さん早く欲しい。周平さんと並べたい。うん。でですね、一応対抗にですね、松坂世代と考えたときに、あの左のサイドスロー、小林さんをね、ちょっと名前挙げさせてもらいました。正直ね、球種とかはまあ多分スライダーが結構曲がったり、まあ高梨さんとかね、あと誰やったっけ、香山さんみたいな感じになるんじゃないかなと思うんで、まあリアタイ的には結構面白い能力で登場しててもいいかなと思うんで、小林さんもね、なくはないかなと思いますね。はい。はい、横浜 DeNA ベイスターズですね。まあ横浜に関してもね、ちょっと予想難しかったんで、ちょっと松坂世代でゆかりのある選手をちょっとね探してきました。新規の登場でですね、久保選手をねちょっと入れさせていただきました。で、久保投手なんですけど、僕もねあんまりちょっと詳しくは知らなくて、球種の方とかね、2016年のシリーズ1で出てるのかな、 A ランクが。 S ランクはねおそらくね出てないんですよね。そうで、 A ランクを見た時に、まあ球種はストレート、スライダー、カーブ、フォーク、シュートで、カット、チェンジアップなんで、まぁ、ちょっとリアタイ的には、ちょっと渋いかなといったところはあるんですけど、まぁ、新規の登場の選手はね、もう見るだけでワクワクしますから、まぁ、ちょっとここら辺どうなるかなといったところですね。はい、広島東洋カープはですね、金本選手をちょっと選ばさせてもらいました。で、金本選手なんですけど、まあ毎年ね、こう、阪神で登場したり、広島で登場したりっていうところなんですけど、まあ最後広島に出たのが2019シリーズ2なので、まあ2020年、阪神で出て、今年はまた広島って考えた時に、まあ OB 第2弾でこのタイミングでね、金本さん出てくるのはね、広島のファンの方からしたら結構熱いのかなというふうに思います。で、能力なんですけど、弾道ラインドライブで、ミパが A、そしてですね守備が C で、チャンスラインドライブ逆境なので阪神の方の方が強いんですよね。ただね、全然前なくはなくて、もうね多分打ちやすいと思いますね、ラインドライブなんでね。僕もねちょっとねこれ金本選手登場してきたらね、多分狙いの選手に入ってくるかなというふうに思います。使ってみたいんですよね兄貴。はい、最後になりましたがね、最後ヤクルトはね立山選手をちょっとね選ばさせていただきました。立山選手ね、高校時代にまあ一応松坂選手とねこう投げ合ってますから、まあ立山選手ありえるんじゃないかなといったところで、まあ新規の登場ですね。まあ一応ね TS では、登場しているんですけど、球種がね結構面白いんですよ。シンカー1、高速シュート、スライダー、ナックルカーブ、フォーク、カットボール、チェンジアップで、特殊能力が援護に20打たれ強さ、中日キラーということで、ちょっとね特殊能力がね渋めですねこれ。なんかコントロール20丸とかタイピンがついたらこれね、おそらくね超絶化けますので、まあちょっと強化されてね、出てくることを祈るのもねありかなというふうには思います。はい、以上でね予想の方をね終わりたいかなというふうに思います。もしよろしかったらね、皆さんの予想とかねありましたらコメント欄でじゃんじゃん教えてください。もうね予想するだけでねワクワクしてきますよね。もう25日を楽しみにして、また待機生放送とかもしかしたらやるかもしれないのでね、来てほしいかなというふうに思います。ということでね、皆さんお疲れ様でした。お疲れ。